なんか AFUL が変なイヤホン出してきたぞ。そんな風に期待して、ワイワイ寄ってきた人は、そのまま期待を裏切られないと思う。安心して変なイヤホンを楽しんでくれ。というわけで。やっこやっこ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。割と真面目でウォーム寄りなイヤホンを作ることの多い AFUL が、よりによって、一番売れ筋のパフォーマーシリーズで、突然目覚めたイヤホンを出してきた。今回紹介するのは、アフーの新製品、パフォーマー5プラス2だ。パフォーマーシリーズといえば、AFUL で最も人気の看板シリーズ、AFUL 特有の、ハウジング内の空間設計や、内部に複雑に走ったベント管なんかが、とても印象的なモデルが多い。現在までに、10ミリダイナミックドライバーをベースにした5ドライバーモデルのパフォーマー5と、同じく、8ミリ1ダイナミックドライバーをベースに、7台の BA を搭載した、パフォーマー8がリリースされている。なので、今回のパフォーマー5プラス2も、同様に、5つのダイナミックドライバーに BA ドライバーを組み合わせる形態になるのかと思いきや、なんかいろいろ様子が変だぞ。パフォーマー5プラス2は、そもそもまずハイブリッドではない、さらにもう1種類のドライバーが搭載された、トライブリッド型だ。低音域の方も様子が違う、一般的な、1ダイナミックドライバーに BA を乗せていく構成ではなく、2ダイナミックドライバー構成となっている。ってことは、現在人気の2ダイナミックドライバー 10mm シリーズ、G-GART の主力ラインや、聖オーディオのハイプシリーズみたいな設計思想のイヤホンってこと？違う。このイヤホン、同直径のダイナミックドライバーを2発搭載しているところは、今名前の挙げたブランドたちと同じなんだけど、意外に珍しい、6mm 2ダイナミックドライバーという選択。最近は、より大きなダイナミックドライバーを搭載したモデルの低音域が支持される印象があったけど、例えば、7Hz5 のように、6mm ダイナミックドライバーを多重に搭載することで、また新しい感覚の重厚さを生み出すイヤホン、というのも結構多い。このパフォーマー5プラス2は、そういった、小型ダイナミックドライバーの重ね合わせで、独特な量感を生み出すタイプだ。さらに、高音にも一ひねり。ここに残り全部 BA の搭載でも、すでに随分個性の立ったイヤホンなんだけど、さらに、高音域側には、マイクロプラナーが採用される。マイクロプラナードライバーは、C オーディオのリンコで採用されたドライバーで、その後、中華イヤホンではぼちぼち見かけるもの。ダイナミックドライバーみたいなコイル管の電磁石で動く振動板で、不思議なことに、高音域側の明瞭性が上がるモデルが多い。さらに、その2つのドライバー、失礼、2種類3個のドライバーの間に、BA ドライバーが4つサンドイッチされる、という設計になっているんだ。サイズ感や装着感周りは、他の AFUL 製品と変わらず快適。さすがにドライバーを7台、かつかさばるものを3台搭載しているので、小さいとは言えないが、重量感、安定感ともに、長時間装着を前提とした、モニターイヤホン的な用途も考慮した作りになっているぞ。音の方は口が裂けてもモニター的とは言い難い、かなり強力な補正のかかったリスニングサウンドだけどな。付属品はオーソドックスで、特に指摘する項目はなし。本体の質感は、実は最初のテストショットでは、フェイスプレートが乳白色に濁っているように見えて不安だったんだけど、これは照明の角度とホログラフィックシートの相性で、写真でそう見えただけで、実際に見れば、エメラルドカラーの美しいフェイスプレートが堪能できる、しっかり、外観も美しいパフォーマーシリーズの遺伝子を引き継いでいるな。形状も過去のパフォーマーシリーズと大差なく、いろんな人の耳と相性の良さそうな設計だ。イヤーピース、缶ケース、そしてケーブル。AFUL のケーブルは、従来品だと少し品質が安っぽい印象があったが、今回は過去のものよりビニールが柔軟になり、カサカサした感じがなくなった。取り回しは問題なく、また、P7 も、地味で爪の先のような調整を必要とするイヤホンではなく、割と楽しくざっくり鳴らしてくれるイヤホンなので、標準ケーブルでも問題なく楽しめそう。遮音性も、AFUL 系らしく結構良い感じ。今回は、念のため、リケーブルに、アンジェリアーズ X4 グズファジンを組み合わせてテストしたけれど、標準ケーブルより分離感が上がるものの、基本的なキャラクターは近かった。標準ケーブルは、十分活躍してくれるレベルに仕上げられていると感じたぞ。というわけで、全体に質感、取り回し、使用感はいい感じ。これに、従来モデルとは大きく変わった仕様から生み出される、音色の違いが、パフォーマー5プラス2の音色の感想になるわけだ。聞いてみた感想だけど、強いなこれ。パワフルな傾向のあるイヤホンだ。このイヤホンにも搭載されている、マイクロプラナーユニット。名称が同じだけで、リンコとは異なるものかもしれないけれど、実際使ってみると、かなり役割や印象としては、リンコに搭載されているものに近い、という感想。つまり、BA ドライバーよりもくっきりと高音域を描き出しても、音色が金属質に偏りすぎない。くっきりとした音が得意だけど、金属質にはしすぎない、という、美味しい塩梅のドライバーとなる。
さらに、それ以外の BA ドライバユニットも、明瞭感重視で調整されていて、中音域なんかもしっかり、はっきりとした音色になっているな。明瞭感がはっきりと出る、感触感が多少あるサウンドなんだけど、まだ低音域に触れていない。そう、6mm にダイナミックドライバとかいうクレイジーな構成の低音域だ。10mm にダイナミックドライバ系とはまた異なる可能性が期待できる、この部分なんだけど、これはかなり強いかも。実は、すでに生産が終了した商品で、自分のことをプッシュプルだと思っている、トリニティオーディオのファントムサバーというイヤホンがあった。これは、小径のダイナミックドライバの出力面同士をつなげて、お互いにドライバの音が干渉し合うようにしたもの。本当のプッシュプルダイナミックドライバは、さらにこの2つのダイナミックドライバを逆走にして、お互いの振動板の動きを増強し合う、という面白いものだけど、今回のパフォーマー5プラスには一言もプッシュプルダイナミックドライバとは言っていないので、この同期を取っていない2ダイナミックドライバなんだと思われるが、2つのダイナミックドライバが影響し合う、ファントムサバーにめちゃくちゃ近い奥深さを感じる。この低音の力強さは、特に出だしに強烈に感じられる。サブベースを鳴らした時に、明らかに音の出だしが強烈に意識させられる。単純に量でサブベースを飽和させるのではなく、キックの強さで強調するので、サブベースの量が純粋に多い、ブリブリの低音モデルで起きる、低音域が他の音域を食っちゃう、という現象を起こすことなく、しっかりとディープな振動感を生み出すんだ。それでいて、サブベースが他の音域を飲み込むような音ではないので、各音色が明瞭。プッシュプルのようなもの、という、ひどく不名誉な呼び方をしているファントムサバー、という古いイヤホンが、未だに自分のよく聞くイヤホンに居座っているのは、この、他の2ダイナミックドライバーでは味わえない、妙なディープさと、そして、混じり合わない明瞭さの両立、というポイントのおかげなんだけど、このアフーパフォーマー5プラスに、ものすごくこの表現に近いものが出てくる、しかも高音域まで化学調味料たっぷりな、強調感のあるサウンド。高音域側まで、BA とマイクロプラナーのおかげではっきりとしている。ここら辺の表現はパフォーマー8に近いが、よりボーム7か高音のディテールも表現できるようになっているな。ここら辺はマイクロプラナーがしっかり仕事をしていることが伺える。さらに、この 6mm ダイナミックドライバーの、お互いに量感を補正し合うように働く2ダイナミックドライバーは、10mm ダイナミックドライバーの有り余るパワー感とは異なる、必要なものを小さな空間で、そして十分に鳴らし込んでくれる、他に全く干渉しない、サブベースの震えを生み出してくれる。10mm ダイナミックドライバーは、ヘッドホンに迫る低音の量感、とはよく言うんだけど、このパフォーマー5プラス2の 6mm ダイナミックドライバーは、イヤホンでしか体験できない、妙にスケール感や余韻がないのに、鳴り始めのパンチがめちゃくちゃ強い、このイヤホンでしか聞けない音を提供するぞ。コップにマドラーがぶつかる音が、金属音にならず、しっかりとウェットな響きまで聞こえるし、サブベースは、ツンと衝撃が来るのに、重すぎない、というバランス。高音域側のディテールと細部の表現に対する、ボームでしっとりした表現力の両立、そして、低音側のくっきりと、衝撃的なのに重厚すぎないサウンド、この 6mm にダイナミックドライバーの音はなかなか実現している機種がないので、このバランス感はぜひ聞いてみてもらいたい。具体的に言うと、CCA ハイドロが一番近いけど、ハイドロの方がドライなサウンドで、こちらの方がウォームな音もこなせるので、ハイドロほど独自の世界観を持つわけではないものの、こちらも原型のある音を再生できる能力を持ちながら、かなり衝撃的なサウンドになっていると思う。というわけで、パフォーマー5プラスには、決して今までのオーソドックスなパフォーマーシリーズの路線を踏襲するわけではないが、この音はぜひ聞いてみてほしい、そう感じさせられる変化球だ。国内代理店でも扱いが始まっているらしいので、僕のチャンネルに関わるセラーでなくても、ぜひ聞いてみてほしい。といったところで今回はここまで。